ファイン航空101便墜落事故は、1997年8月7日に、マイアミ国際空港発、ラスアメリカス国際空港業ファイン航空 101A 便が、マイアミ国際空港を離陸直後に墜落し、乗員乗客4人全員と地上の1人が死亡した事故である。事故機のダグラス DC-8 から61回は、4機の プラットホイット 2JT3D-3B エンジンを搭載しており、1968年にイースタン航空で N8773 として初飛行後、1971年に日本航空にリースされ、1972年に正式に JAL が購入し、1986年11月20日まで JA8058 として運用。 ジャルタン駅後に貨物機に改造され、事故までに46,825時間、41,688サイクルを飛行していた。101便は当初は別の DC-8 で運行し、マイアミ国際空港を午前9時15分に出発する予定だった。しかし、N30UA がマイアミに到着するのが遅れたため、機材を N27UA に変更し、 出発時刻を午後12時に変更した。ところが N30UA と n 2 7 u a では、積載できる貨物量に違いがあったため、貨物が1000ポンド減らされることとなった。N27UA はプエルトリコから9時31分にマイアミに到着し、ファイン航空のハンガーランプに駐機した。この便は、ファイン航空からメキシコの航空会社であるアイロマールにウェットリース。 されたものであった。積み込み作業は、アエロマールが行い、10時30分から12時6分まで行われた。このため、N27UA の重心位置が許容される重心の後方限界に近いか、それよりも後方になった。101便は12時33分に滑走路 27R までのタキシングを許可され、その1分後の12時34分に離陸を許可された。 墜落現場の空撮写真101便は離陸滑走を開始し、80ノットで昇降打の確認を行った。14秒後に大きな音が聞こえ、V1 のコール直後にも大きな音がした。その2秒後に150ノットで101便は離陸した。しかし、離陸直後に機種の角度が大きく上がり始め、失速した。パイロットは一時的に失速から機体を回復させ、 着陸装置を格納した。ところが格納後に再び機種が急激に上がり、パイロットはコントロールを失った。機体は右翼が下がった姿勢でビ部から地面に激突して炎に包まれた。機体の残骸はノースウエスト7セカンド通りを横切り、28番通りにある国際空港センターで停止した。 墜落現場国家運輸安全委員会が事故調査を行った。初期調査では貨物が荷崩れを起こしたか後方に重心が寄ったこと可能性が示唆された。機材変更に伴いファイン航空のマネージャーはアエロマールの担当者に貨物の積載を変更するように指示した。担当者は変更することを確認したがアエロマールの運航マネージャーはこのことを知らなかった。 ファイン航空のウィリアム・ムニョスはパイロットが好んで機体の重心を意図的に後方に寄せたと話した。NTSB はファイン航空とアエロマールに事故の責任があると述べた。貨物の積載担当者が許可を得ずに貨物の積み込みを変更したことで飛行機の重心がより後方になった。また、重心が通常より後方になったため、 スタビライザードリムを通常通りに設定しても機種が上がりやすくなった。起因する事故で原因は以下であると決定した。ファイン航空が貨物の積み込みプロセスを管理できなかったこと、アエロマールがファイン航空の指定に従って貨物を積載できなかったことファイン航空は墜落事故後にアロー航空を買収したものの業績が回復せず最終的にアロー航空に吸収された。 ありがとうございます。